インドネシア潜水艦ナンガラ402の沈没事故に関して、おおよその原因が判明しました。今回はこのインドネシア潜水艦について、詳しく見ていきます。内部波が原因の可能性を示しています。ですが、潜水艦を運用しているならば、当たり前のこと。中国が沈没した潜水艦を引き上げるため、今、現地に到着しています。またもや、中国の思惑が見て取れますが、引き上げる行動は、とてもいいことです。その後何も要求しなければの話ですがね。2021年4月21日、魚雷発射訓練を行うため、先行行動に移ろうとした直後から、行方不明となっていたインドネシア海軍の KRI ナンガラ402潜水艦だが、自然現象が原因で沈没したようだ。この KRI ナンガラ402潜水艦が訓練時に最後に行った交信以後、行方不明となった原因には、当初搭載していた魚雷の爆発事故説も唱えられていたが、どうやらこれはなかった模様だ。というのも、これは今回の KRI ナンガラ402の捜索に対し、協力したシンガポールの専用の艦艇が、事故海域の海底において無傷の魚雷本体を発見したことからも明らかとなった。事故の発生日時は、現地時間の21日午前3時半前後と見られているが、当初インドネシア海軍の上層部は、KRI ナンガラ402内の酸素は最大で、3日分の残量があるとして、わずかな希望を発表していた。しかし、無情にも、その後、KRI ナンガラ402は、船体が大きく3つの部分に、避けて800メートルを超す海底に沈んでいることが判明し、乗員53名の生存は絶望的であることが報じられるに至った。KRI ナンガラ402は、水上排水量1285トン、水中排水量1390トン、全長 59.5 メートル、全幅 6.2 メートルの通常動力型潜水艦であり、1978年に当時の西ドイツで建造された209型潜水艦だ。209型潜水艦の最大潜航深度は300メートル前後と推測されており、非常に酷な表現ではあるが、KRI ナンガラ402が航行不能に陥り、800メートル超の海底に引き込まれた時点で、惨事は不可避だったと思える。実際に、KRI ナンガラ402の船体は、大きく3つに裂けて、着底している模様で、酸素残量の問題ではなく、自身の体圧をはるかに、超過する水圧にさらされた時点で、その悲劇から、逃れる術はなかっただろう。KRI ナンガラ402の詳細な沈没の元となった原因については、今後も、詳細な検証なされると思われるが、日本やヨーロッパの気象衛星によれば、事故当時の海域での水中波の発生が示唆されている。このため、当初は、KRI ナンガラ402が、何らかのトラブルによって電源を、喪失したと推察していたインドネシア海軍も、現場海域で偶然発生した強力な水中波が原因だと見解を修正している。これは現場海域において
事故当時に水温や塩分濃度に開きのある海水が混じり合い、その結果、KRI 南柄402の海底方向に向けて一瞬で引きずり込む水流が起きのではないかとの解釈である。このため、KRI 南柄402の乗務員たちは、救命胴衣を着用することも、艦自体を立て直す猶予もないまま、一気に800メートル超の海底に向かい、水圧に耐えられなかった船体は、3つに裂けて沈没したのだろう。状況を見る限り、今回の不幸な事故は、世界各国の現在の大半の潜水艦においても、回避しようのなかった不可抗力だとは思えるが、これも、また、今後の続報を見なければ断定は難しいとも言えそうだ。インドネシア海軍では、この KRI 南柄402と同型で1番艦のチャクラをもう1隻保有しており、さらに、ベースが同様の209型である。韓国が建造したナーガパーサ級3隻を運用している。ナーガパーサ級は、水上排水量1100トン、水中排水量1285トン、長さ56メートル、全幅 6.2 メートルとベースが同一とはいえ、KRI 南柄402のチャクラ級より若干小さい船体を持つ。ここで、インドネシアと韓国とは、潜水艦を通じた接点を持つに至り、今回の KRI 南柄402含むチャクラ級2隻は、2009年に韓国、デウ造船海洋による大規模な近代化改修を実施させられている。この時の大規模な近代化改修は、2009年から2年強をかけて、デウ造船海洋において実施され、一旦、船体を輪切りにして搭載する。戦闘用電子機器類の入れ替えを行ったとも伝えられている。こうした点を指して、日本の一部のネット上では韓国、デウ造船海洋の無謀な輪切り工事が今回の事故の原因となった可能性を揶揄する表現も見られるが、現時点では未だ推測の域を出ないだろう。ただし、ナーガパーサ級を追加で3隻調達する予定で、韓国と契約を取り交わしていたインドネシアは、2020年にその契約を反故にする。口実としか思えない連続潜航時間の不足を言い出していたのが気にはなる。今回の KRI 南柄402の事故で裂けた船体の部分が、韓国、デウ造船海洋が手を加えたこととのわずかな因果関係でも浮上すれば、インドネシアがこれを最大限に利用することは十分に考えられそうだ。非常にほじくった見方をするならば、トルコからの非待機依存推進搭載型の214型潜水艦に触手を伸ばしているインドネシアは、これを政治的に利用してくる可能性はあるのではないだろうか。